緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。令和3年度入社を目指す就活生の皆さん、こんにちは。就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子です。新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請などにより就活に不安を感じていませんか？福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会、そして FM 福山が意欲みなぎる就活生の皆さんを全力でサポートします。月曜から金曜、毎日午後3時から10分間、福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。毎日2社、令和2年度新卒者採用予定の企業をご紹介します。あなたを求めている企業がきっと見つかりますよ。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りします。さて、今日初めにご紹介する事業所です。業種は自動車学校です。福山市南今津町にあります株式会社美南自動車学校、こちらのですね、事業所の PR なんですけれども、自動車教習所の事業はもとより、長年実施してきた企業のドライバー研修の経験をもとに、なんと中四国で初めて国交省の運行管理者講習実施機関として認定されたということなんですね。緑ナンバーの車を運行する会社が任命する管理者の講習ということだそうです。で、まあ、さらにですね、物流企業へ多くの人材を紹介する有料職業紹介を行うなど、自動車学校の枠を超え広範な事業を実施している企業だということなんですね、はい、自動車学校の、ね、事業というもの幅が広いんですね。そうですね、またですね、褒めて伸ばすがモットーで、すべてのインストラクターが褒め立つ検定3級を取得していると。褒め立つ検定、はい、やっぱ褒めて伸びるタイプっていう方は、ね、多いと思うんですよね、はい、またですね、お客様を褒めて伸ばせることができるのはもちろんのこと、コミュニケーション能力が上がって仕事以外の人間関係の構築にも大きく役立っているということで、生徒さんが卒業するときにありがとうと言ってもらえると、この仕事をしていてよかったと感じていただけると思う、そんなお仕事です。はい、で PR したいところなんですけれども、若手から中堅ベテラン社員まで多くの指導員が在籍していて、年齢性別関係なく全員が活躍できる職場だということなんですね、はい、で将来的には普通二輪、大型二輪など普通車以外の指導員資格を取得することで、教習ができる車種が増え給料に反映する、ですからね、職員の自主性を大事にして努力すれば努力した分お答えしますということなんですね。これは嬉しいですね。そうですよね、はい、またですね、食事の補助制度やワンルームマンションの借り上げなど待遇面も充実しているということです、こういうところ重要ですよ。そうなんですよね、はい、衣食住が、ね、充実しているっていうのはね、働きやすい職場だと思います。またですね、結婚出産育児を経てママさん指導員として復帰した人も在籍しているということなんですね、女性にとっても働きやすい職場だということだと思います。将来家事や子育てと両立して働きたい、仕事に復帰したい、一生の仕事にしたい、そんな皆さんからのご応募もお待ちしておりますということです。はい、求人数、それから説明会などの予定はあるんでしょうか。はい、求人数はですね、大卒者3名、短大専門学校卒1名ということです。説明会はですね、6月6日土曜日午前11時から、場所は本社、また6月13日土曜日午前11時から、こちらも場所は本社でということです。まあ、ぜひですね、当校に遊びに来てください。自分の目で見て耳で聞くことで多くのやりがいを感じ取っていただけると思います。当校自慢の美味しい昼食を準備してお待ちしていますということです。どんな昼食なんでしょうね自慢のですからね、自慢のですからね、はい、はい、ぜひ気になる方、美南自動車学校へお問い合わせください。電話番号は 084-933-2752、 084-933-2752 です。株式会社美南自動車学校でした。続いて
てご紹介するのは、宝石製造卸売りの福山市南沢王町3丁目にあります株式会社アルカワールドです。もうご存知の方も多いと思いますけれど、はい、アルカワールドといえば、うん、ダイヤモンドでございます。そうよね、うん、アルカワールドの PR なんですが、宝石の輸入製造卸売りに始まる創業58年のジュエリーメーカー、ダイヤモンドの研磨会社です。その研磨技術世界最高、うん、他の会社の追随を許さない、引き込まれるほどの輝きと存在感が生まれます。機械ではもちろん手刷りでも不可能とされていた全反射の理想のカット、全反射というのは全てという意味ですけれど、すべ、はい、ての反射の理想のカットを実現したのがアルカワールドオリジナルブランド、アルカダイヤモンドということなんですね、うん、持つ人のエネルギーを自然なバランスに整える究極のパワーストーンということですよ、はい、うんうん、一番 PR したいこと、はい、現在アルカダイヤモンドの販売を全国で展開しているということで、日本一のダイヤモンドブランドとして10年以内に国内8カ所の直営サロンを出店、うん、5年以内に海外進出を目指すということです。こう明確な目標がある企業というのは、そうだね、働く側としてもやりがいが生まれますよね、うん、そうですね。今年3月には東京サロンを青山に移転オープンして、店舗スペースも新設しています、はい、そして岡山県美声町に第2のダイヤモンド研磨工場の建設が始まるということだそうですよ。こちらアルカワールドの求人数ですが、大卒5名、そして短大または専門学校卒2名ということです。説明会の予定なんですけれど、今週木曜日にあります、はい、6月4日木曜日、そして7月4日の土曜日、8月4日火曜日、いずれも午後2時から福山市南蔵王町の株式会社アルカワールドの本社で行われることになっています。就活生の皆さんに、地球大の未来を私たちと一緒に作りませんか。大きいですよ、うん、当社オリジナルカットダイヤモンド、アルカダイヤモンドを世界一のブランドにするために一緒に働いてくださるスタッフを募集しています。店頭接客はもちろんですが、アルカセラピスト、企画、営業事務、経理など、うん、あなたの能力に応じてお仕事の幅はいくらでも広がります。一員になってくだされば、お仕事の達成感はもちろんですが、お客様と共に感動を共有することができ、自身の成長につながりますよというふうにメッセージをいただいています。会社説明会の時には、メイン商品はもちろんなんですけれど、希望される職種についてもいろいろ説明をしてくださるということですので、気になるよという方はね、ぜひお気軽にお問い合わせをしてみてください。電話番号は 084-924-1460 084-924-1460 です。福山市南蔵王町株式会社アルカワールドのご紹介でした。今日は株式会社美南自動車学校と株式会社アルカワールド、この2社をご紹介しました。本日ご紹介した企業は FM 福山の Facebook また YouTube でもアーカイブしていきます。聞き逃した、誰かにも教えてあげよう、そんな時はぜひ Facebook や YouTube をチェックしてくださいね。またリスナーの皆さんから質問やご意見も募集しています。メールアドレスはbingo@fm777.co.jp bingo@fm777.co.jp ファックスは 084-920-8778 084-920-8778 です。福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りしました。お相手は就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子でした。ではまた明日。